亀谷貴政の熱湯の教室。サンデーサイレンスってもうほとんど完全なアウトブリードなわけですよね。あのもう本当にわけのわかんない血統なんですよ。もうお母さんがそこが、うん、アメリカでの実績が平和自体が、うん、あのさっきのあれみたいにアメリカでそんなに言うても、うん、そうですね、あのライバルの、まあ、イージーゴアよりもあのイージーゴアはアメリカの主流系統です。主流系統で平和っていうのはもう日本で言えば、うん、オグリキャップ、そうオグリキャップみたいな、あの、はい、競りに出して売れ残って血統ないですから、まあ、お母さんは実を飼ってるんですよ、うん、お母さんは実を飼ってるんだけど、もう訳の分かんないあの種をつけてなぜ残してたかわからないけど、それでも実価値は出るじゃないですか、うん、はい、それにあのヘイロ、まあ、当時の、まあ、3番手か4番手ぐらいの脂肪をつける、まあ、大脂肪ではあるけど つけて競りに出すって言っても、やっぱりこう買わないですよみんな。で馬体もあんまり良くなかったって話もあるんだけど、100何十万で虫取りなんですよね、うん、それで200万円であのみんなで4人で持ちましょうよっつって持ったぐらいのもう低評価の その時だったら俺も持てたしそれはそっから、そうだってもう血統ないんだもん、はい、ホワイトタイプですから。そうでも2台から 6台ぐらいまで何も出てないんですよ、はい、ホワイトタイプって言われるし、ブラックタイプの逆だからね。ブラックタイプが多いっていうのは、お母さんに活躍した子供がたくさんいるのがブラックタイプっていう。で、全くいないのがホワイトタイプ。あ、真っ白じゃん。で、サンデーサイレンスは何もタイプされてないわけ。ノータイプ。ホワイトタイプが真っ白。真っ白なんですね。だからもうすぐに6代母とか7代母とか、そのブラックタイプの中に入っちゃうぐらい何も出てないんですよ。6代お母さんとか7代お母さんがフランスなんかどっかの戦技には、イギリスの戦技には勝ってはいるんだけど、それはサラブレッドがどっかにいますから、普通は淘汰するはずの、なぜ残したかわからないけど、そこにたまたま実装勝っちゃったから、ヘイローつけたのがあのサンデーサイレンスなんだけど、それぐらいの馬だから、あの訳のわかんないアルゼンチンの血統だとか、なんだとかいっぱい入ってるんですよ。はい、なんでもないやつに、あの異形の血統にあのヘイローが乗っちゃったっていう段階が、あのサンデーサイレンスだから、他のヘイローの子供と違うのはそこなんですよね。だから、受け入れるキャパがすごく広いんですよ。制約がないんですよね。何でも食べちゃうよっていうやつだから、はい、だからお母さんの良さを出したのがサンデーサイレンスですよね。だから短距離マイラー、ね、うん、全部出したじゃないですか。クラシックディスタンス、はい、ステイヤーと出したっていうのはお母さんの良さを引き出したんですよ。何もからだから、はい、あ、なるほど、なるほど。そう、僕は他のヘイローは、はい、いろんなのダンサーがいたりなんかがいてやっぱり喧嘩しちゃうんですよ、はい、あの繁殖と喧嘩しちゃって、はい、クロスが変なクロスが出たりしちゃうんだけど、はいはいはい、それがなかったんですよ。だからそこの違いは大きいですよね。簡単に言うとヘイローのバケモンだ。そうですね。すごく当たり前の答えにどうしてもなってしまうんですが、そのサンデーサイレンスがアメリカでもちろんね、日本に来てブレイクした理由はもう血統やなんかその種馬の能力以上に環境もあったと思うんですね。当時はその例えば血統の環境、モーザンダンサー系がいっぱいいすぎてちょっと飽和状態の時に、あの最初ブラインタイムがちょっと雰囲気出したじゃないですか。はい、おっという感じでヘッドリーズン来るのっていう時にまた次の年で3年爆発しましたね。やっぱその土壌もあったと思うんですね。あとあのそれを受け入れるだけの繁殖牝馬の質も当時の日本が高かったバブル で、 そうです、ね、でだからそれを受け入れられたっていうのもあると思うんですよ。だから全てが合致した、はい、例えばあれがバブル前にあのバブル劇前にサンデーが来てたらどうなったかって言ったら多分空回りしたと思うんですよね。マルデスキーみたいなもんで、はい、マルデ本当にあるマルデスキーだってとんでもない種馬になったと思うんですけど、はい、マルデンスキーを受け入れられる繁殖がいなかった、はい、あまりにも先行きすぎてたマルデンスキーは、ところがサンデーサイレンスはその後に来てるからサンデーはドンピシャに来ちゃった、はい、繁殖を受け入れて、それでもまだ当時の、まあ、社内グループはすごい血統持ってたけど今ほどではないですよね、うん、今はもう全部アメリカの G1、 イギリスの G1、 フランスの G1 にBB ポットつけられるけど、はい、当時はそれの全兄弟いとこ
そういうのであんだけ活躍した、はい、だからあの今の状態で3で生きてたらもっと環境揃ってて、ね、とんでもないのがディープが何とも出たんじゃないかなっていう気はします。それはあのサンデーサイレンスの種馬としての、 あの能力があってこそだから、だからアメリカにいてもまあ、うん、だから、だとは思います。でまたヘイローってねノーザンダーサーのいとこなんですよ。はい、近親なんですよ。あのおばあちゃんアルバムで同じなんですよね。だから、はい、あの日本にはノーザンダンサー系がいっぱいいたんですよね、はい、だからそこにあのヘイローが入るとあの近系クロスが生まれる、はい、だからそれも作用したと思います。まあそうだね、ノーザンダンサーとヘイローの話だとそのマームードね、はい、このマームードの速さがどっちも、うん、そうですね。あのサンディ・セレンスでマームードの 4×5 っていうクロスがあるんですよ、はい、マームードとかナツルーラーとか ロイヤルチャージャーって同じ一味なんです。同じ、まあ、近親なんですよ、はい、近親の中で、まあ、ナツルーラーもっていうのも速かったんでマームードめちゃめちゃ速かったんですよ。だからあの今のサラブレッド あのスピードの元になってるのはナツルーラーとか、はい、あのまあ、ムードとかロイヤルチャージャーの偏見のレディ・ジョセフにぶち当たるんですけど、その辺から来てるんですよ。でそういうのもあのなんか一応マームードのクロスを持っているっていうのでサンデーサイレンスは、まあ、言われてはいるんですけど、やっぱりサンデーサイレンスっていうのはね、はい、結局成功したタイム後継評価で見ると、うん、ステイゴールド、まあ、あるし、はい、あと、まあ、一番の成功はディープインパクト、はい、あとそしてハーツクライで、結局ハーツクライとディープが、まあ、2頭として生き残ったわけですけれども、はい、両方を結局リファールのヨーロッパマイラーというか、ヨーロッパ系のヨーロッパのマイルから中距離がしか結局成功してないし、あれも10年ぐらい過ぎてからできたのね。だんだんノウハウが蓄積されてきて、どうやらヨーロッパ系がいいんだぞみたいになって、あの2頭ができたわけです。ディープインパクトところがね、あのディープインパクトになると成功パターン、むしろヨーロッパよりもそのアメリカの速さ、アメリカの速さをつけた方がよくうまくなって、例えばストームキャットとディープって、ディープインパクトってオウム配合って呼ばれてるけど、はい、ストームキャットってのはもうサンデーの頃からいたもんね、はい、だけどストームキャットを持った繁殖で G1 勝ったのが全くいないし、はい、アメリカ系の血統とは全然うまくいってないじゃないですか、はい、ディープインパクトは確かにヨーロッパ血統、うんうん、僕ねハーツクライって、うん、あのアメリカだと捉えてるんですよ。おあれね、はい、ハーツクライの品系のマイルカーズっていうところの、うん、はもう完全なアメリカなんですよ、うん、だからあのハーツクライを配合するときにアメリカだと思ってあの接するんですよ。アメリカ系の脂肪か。そう、確かにその意味でリファールとかが入ってて、あのヨーロッパ風なんですけど、実はね僕ハーツクライはアメリカ結構ですよね。だから、まあ、でも今のその話だとその、ヨーロッパの今ディープサンデーから来てあのディープの世代になってディープハーツの時に配合相手がストームキャットとかダンジルとか、うん、そっちの方が早い方が早い方がいいっていうのがあのなんでかってことですね。そうですね、うん、まあでもそれは配合的な問題よりも、うん、スタジオ側がステイヤーだと思ってるから、うん、あのちゃんと日本で成功させるためにはストームキャットだとか、あとまあ、ね、ちっちゃいっていうのはありますよね、ディープが。ディープはね、だからそういった意味の配合、その配合理論の配合じゃなくて形とか、うん、あさっき言った筋肉とか肉の話もそうですけど、うん、それのところにヨーロッパの、血統をやると、うん、なんかディープがだらしくなくなっていくけど、ところがストームキャットとかダンディングだとかやると筋肉質なやつをつけると、うん、ちょうど中和されるんじゃないかなっていうイメージだと思うんですよ。ステアだからあのストップキャッチで短縮スピードバーをつけていくっていうことだから、それがまあ一応結果出てるわけじゃないですか。そうですね、結果はあの出てるからまあ、うん、それが一つのニックスといえばニックスなんだろうなとは思いますけど、まあそれもこじつけかなって思ってるから、僕はストップキャットにディープみたいな配合はどっちかというとセリでもあの評価しないし、うん、それよりもヨーロッパの方のの方が面白いなと思っている方ですから、うん、これが理想の この配合からディープの後継は出ないなと。なるほど、じゃあ逆に竹さんから言うと、うん、ハーツクライディープはもっとヨーロッパ系のいい品場でいったら、うん、世界を超えるんじゃ、うん、それが主戦場がヨーロッパになっちゃうと思いますけどね、うん、そういう子は。そうですね、あディープはヨーロッパ系の血統でこう、うん、組み合わせでスケールアップするけど、うん、そのハーツクライの場合のスケールを上げるには、うん、
アメリカの血を、ね、あの目指す、そのニックス組み合わせの面でもね、うん、あの沖縄の面でもアメリカの方がいいし、うん、なおかつスケールアップという意味でも、うん、あのそうですね、アメリカ系が合うんだと、うん、まあ、結論としては、はい、もっと日本の東京日本のサーサーに合わせず、いやでもそうですよ、もっと大きい世界制覇を狙えるのが、いや、いや だってもう そのレベルはもう間違いないわけですよ。サクソンとかの話もそうだけど、はい、絶対それも証明されてるわけで、はい、だったら別にそのマーケットを日本にかける必要ないんじゃないっていうのは思いますよね、うん、そのこのサンデー系の凄さを海外に持ってって使えばいいのになとは思います。それは、うん、まあ、あの個人オーナーだったらやればいいんじゃないかなと。別にその、ね、個人オーナーがハーツのメス持ってって持ってて夢みたいですね、はい、で面白いと思うんですけどね。そう、まあ結果的には実現されてよかったなと。よかったです、悪かったかは分かんない。初形は面白いからね、別に去っていなかったら面白いと思う。そうですね、まあ、うん、そうですね、そりゃそうですね。はい、というわけで今回もありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。